はい、お疲れちゃんです。あやかママです。お久しぶりです。ちょっとずいぶん前になってしまうんですが、セッションの振り返り動画も兼ねてですね、今のまあなんだろうな、この時代の流れも兼ねて、会社で働くということについて、もしくは、自分でビジネスをやることについて、皆さんの少しでも参考になったらいいなというふうに思っています。まずご相談内容の方が、何年だろう、20何年かな、その会社員という形で安定した仕事をしている中で、最近すごくその違和感ですね、会社の中での違和感を感じたりとか、こう自分で動けない、その、まあ、自分にこうなんて言ったら、自分の人生なのにこう自分でいろいろ決められない、このモヤモヤとか違和感を感じていて、で、まあ、自分のやりたいことがあったり、たくさん勉強したり、その仲間たちでいろいろなことをやったりっていうことに喜びを感じて、まあ、ビジネスを起こしていきたい、で会社を辞めていきたいっていう考えを持っている方がご相談にいらっしゃいました。ただ、まあ、その方の星を見て、年齢的にも星の配置的にも、その今すべてを全部辞めて、個人事業主として大きく舵を切るというには、ちょっと、まあ、弱いというか、こうそこまでの勇気がすごく強いエネルギーではなかったので、まあ、いろいろお話をしている中で、私の中でこう感じる、今からのその会社員の在り方、そして時代の流れ、そして、自分でビジネスをするということについて、何か参考になったらいいなと思って今日はお話ししていきたいと思います。まずその違和感を感じるということは素晴らしいことだと思います。違和感を感じるというのは、自分が自分の本当の自分に気づき始めているということですね。何も考えていない人は違和感を感じませんし、考えないようにしているということもあると思います。ですから違和感を感じているということは、自分に向き合っている証拠、たくさんいろんなワークをしたり、その学校に行ったりセミナーに行ったり、そういう努力をしてきている中で自分と向き合っている証拠なんですね。だから自分の中の自分軸が出てきたり、自己開示ができるようになったり、自分の中の表現力、意欲、モチベーション、いろんなものが出てきて、そのモヤモヤする、これをやりたいのにやれてないという、このギャップにモヤモヤするっていうことだったり、会社の中でもっとこうした方がいいのにって、自分は前を向いてミラーを向いていろいろアイデアが出るのに、会社からそんなことしなくていいとか、言われたことだけやっていけばいいみたいな風に言われると、誰だからロボットでよくないみたいな、このギャップだと思います。でこれはね、大きく、皆さんが感じていることじゃないかなって思うんですね。というのは、時代が変わろうとしてて、風の時代になった時に、そもそもそういう会社ってもう無理なんですよね。持たなくなってくる、奴隷のように働きなよっていうことは、あなたたちの考えはいらないから、言われたことだけやっててね、要は奴隷でね、いてね、パソコンと同じことをやってねっていうことであるならば、やはり今後は難しいかなというふうに思うんですね。でそこに甘んじてる人たちが、これからの時代すごく生きにくいわけです。はい、もう無理です、あなたたちを雇えません、解放ってなった時に、どうすんの、私の人生誰が面倒見てくれるのっていうふうにオロオロするのがそういう人たちです。でも私のところに相談に来てくれてたり、悩んでる方は、その葛藤だったりモヤモヤに気づいてるわけ、違和感に気づいてるわけ、ということは本当は自分の頭で考えて、自分で裁量を持って、自分でやりたいっていう気持ちがあるわけ。これは本当に素晴らしいことだと思います。でね、これからは私は時代の中で、会社がね、雇用制度で、終身雇用で全部面倒見ます。だから言われたことだけやっといて、時間をこの時間だけ、あなたたちの時間を拘束します。だから奴隷のように働いてねというやり方はもう通用しなくなってくる。だから、自分の考え、自分のアイディア、自分でいろいろ思う人が生き残れる時代になると思います。そうするとね、それはイコール個人でビジネスをしなきゃいけないわけじゃなくて、会社の中でそういう人が必要になってくる。それは契約は雇用契約じゃないかもしれない。委託、業務委託なのかもしれないし、フリーランスとしてね、まあそういう業務委託なのかもしれないし、契約なのかもしれないし、そこはまだね、時代がどういうふうになっていくか私もわからないけれども、確実にそういうもう、終身雇用できませんってトヨタが言ってるぐらいだからできないわけですよ。で、その中で、そういうふうにいろんな考えを持ってる人たちは、自分のプレゼンができたり、アイデアができたりして、それをこう会社とこう整合ね、この相手の欲しいものと自分の
やりたいことをこううまく噛み合わせ、ね、組み合わせていって仕事になっていくっていう時代が必ず来ます。だから今がこの切り替わり期だということだけ、覚えておいてもらえれば、辞めて自立しなければいけない、自営業が素晴らしいわけでもなく、ゼロからやり出すにはもちろん遅いということはないんだけれども、じゃあいきなりね、契約先が決まったり、いきなりお金が動くかっていうと、なかなかそうはいかないわけです。ってなった時に、その不安から動けない、そして動けないから会社に行く。会社では違和感と不足感しかない。でも動けない。でも会社には行きたくないっていう、この葛藤の中で何年も過ごすというのはすごくもったいないと思います。ですので、もし私だったらどうするかなって考えたら、私がもしその人の立場だったら、やっぱり会社でもらってるものって安定、安心、お給料、なんていうのかな、福利厚生をもらってるわけですよね。ということは、会社にそれだけのもらってる、まず感謝をしていく。おかげさまで生きていけます。おかげさまで安心して暮らせます。ありがとうございます。でも、もう何十年も仕事をしてきたんであれば、自分の 120%、100% をそこの会社に費やさなくてもできる仕事があると思うんですね。で、もちろんいただいているものに関してのお礼とやるべきことはやればいいと思うんです。でも、一つこの自分の中で、ね、プライベートの時間の中で少しずつ少しずつ準備をしていきます。この準備というのはビジネスの準備ではなくて、どういうふうに転んでもいけるようなビジネス、準備なので、例えば、その私みたいな仕事をねしていく中であたって、じゃあ本当にお客様に、クライアントさんに、信用を得てお金をもらえるところまでのスキルってどうやって上げていったらいいのかっていうと、無料で何かを勉強したものを無料で発信したり、少しの金額でモニターを募集したり、でもちろん副業が禁止なんであれば無料でモニターを募集したりして、名前とか自分っていうものを売っていきますし、発信するスキルを上げていく、例えば私だったら星読みのスキルを上げていくとか、そういうことをしていきます。で、仲間と何かをやるんだったら仲間と何かをもうやり始めます。それは無料で、仮に彼らが個人事業主でお金をもらいたいというんであれば、そのお金は彼らに渡す。でも自分は手伝いとしてそこにやっていきます。要はこの経験値を踏む、それがこの会社の雇用形態がね、こういうふうに副業禁止、うちで奴隷にしてくださいっていうのがあと1年なのか2年なのか3年なのかわからない。でも少なくとも逆、長く見積もっても私は3年だと思う。2025年にはどう考えても違う時代に行ってる。でも山羊座の冥王星が壊れるのは2023年ってことは、2023年から2025年の間には確実にこの社会的な仕組みが変わるというわけは、どんなにあと我慢しても2年か3年ってなってくるよね。そうすると3年間どうやってここで過ごしながら、3年後に自分のデビューができる、要は状態ができるようにするためにどうやってこっちで準備していくかっていう、この期間が今なわけですよ。やめなきゃできないわけではないし、なんていうのかな。こう、やめないと全エネルギーを注げないっていうんであれば、なんだろうね。やっぱりエネルギーのかけ方を調整しなきゃいけない。で、体力が、とかってなるんであれば、そもそもその自分のビジネスをやる気力がない。すごい言い切ってしまえばね、結局自分でビジネスをやるっていうのはそれだけのエネルギーを必要とするわけ。それは会社を辞めなきゃできないと思ってて、じゃあ辞めたらできるのかっていうと、そんなことはない。やりたくてやりたくて仕方がないんだったら、それは無料だろうがどんな時間だろうができる。それが自分のやりたいことです。なので、どのぐらいのね、こう、割合でそれを持ってるかっていうのは人によって違うんです。だから、ある程度この会社での安定とかお給料に感謝をしつつ、趣味からスタートしたとしても、その素晴らしい時間、素晴らしい仲間、素晴らしい学びというものができてれば、それは人生として、自分の人生をクリエイトしていて、素晴らしい豊かな暮らしが得られてるわけだから、それだけでも私はお金を稼げなくても別にいいと思います。そういうふうにして、こう自分の中のやりたいことをどうしてやっていこうかという工夫が必要で、ゼロ100のやめないとできないみたいな考え方を持ってるうちは一生できない。厳しいことを言うようだけど。なので、その工夫とエネルギーの割合というのをぜひ調整する練習をしてください。そして必ず今の不足感とか文句だけではなく、
得てるものですね、お給料とか安心とかを実はもらってるということを忘れずに、その感謝さえ持ってれば会社の中ではそこそこうまくやれると思います。ということで、参考になったら嬉しいです。